ンドラ。こんにちは。こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。おかしょは。ついね、今日も。もう本格的に夏ですね。ミランドラやろうかな。ちょっと FF と迷ったけど、もうちょっとでクリアだから頑張るわ。ちょっと待ってね。ロコソハ、こんにちは。よいしょ。クンドラ、タスケさんいらっしゃい。チケットありがとう。スラさんいらっしゃい。フェアさんいらっしゃい。スーさんいらっしゃい。バコソバ。バコソハ。ロコメさんいらっしゃい。サンドラ、ノリさんいらっしゃい。夏ですな。暑。わこつ、両つべでミランドラ見ていた。あ、本当に良かったです。ありがとうございます。ウィンドさんいらっしゃい。今日は何色ですか？まだ昨日と一緒です。黄緑。おそらく50階にボスがいると思うんだよね。45階に着いたところです。で、準備をしたので、早速潜ろうか。鬼包丁、ファイヤーシールド。ところで、ちゃんと説明書読みましたか？何の説明書ですか？あ、旦那、さっきまでプリシラちゃんがここにいたんですけど、シャイロック様が連れて行っちゃいましたよ。装備強化したいのにコロナ弾を出してくれない。売った鬼包丁装備してるじゃん。また買い戻したよ。今プロバイダの契約確認してたらシュボックの申し込み自分でやんなきゃダメだったみたいで2万損した。損したの？こんな強い包丁欲しい。アクラさんいらっしゃい。グアが玉を出してくれない。プリシラの書き置き。ソハラ様、とうとうここまで来てしまわれたのですね。ああ、何をお伝えすればよいのでしょう。私には時間がないのです。メフィストが見張ってくれていますが、もうすぐ見つかってしまうでしょう。サルカ、シャイロックとお話ししてみますと、どうももともとは立派な方のようです。魔法使いの端くれの私から見れば、尊敬に値するお方です。でも今は、すっかりひねくれておしまいになって、いえ、それどころかあの方は、恐ろしい妄想に取りつかれてしまっています。ソハラ様はここに、来なさる前に、まがまがしい怪物や武器をたくさんご覧になったことと思います。あの方はこれらの兵器を大量に作り、ミランドラ諸島の制圧、さらには帝国の征服までも考えているのです。シャイロク様が？ああ、どんなに多くの人々が傷つき死んでいくことでしょう。これを止められるのはあなたと、あなたのお仲間しかいません。私もビリキながら最後まであの方に思いとどまるよう説得します。でも私にはもっと恐ろしいことがあります。ビンビンムルさんいらっしゃい。あれ？イカギの法制どうぞ。あの方のこれらの行いがこの島の地下の力を刺激してデーモスよりもっと邪悪な意志を目覚めさせてしまうのではないか。そしてそれはもう間近に迫っているのではないでしょうか。あの方も地下の嫌な気配は感じているようです。でも手紙はここで終わっている。一応シャイロックにもまだちょっとはね、 NG コメントです。あれなのかな。コムズはいらっしゃい。2万返ってくるはずだったけど、ああ、そういうこと。わあ。ペイントソフトで画面塗りつぶす。絶対ない、どうぞ。塗り塗り。2万は痛いなあ。ゲームいっぱい変えちゃう。じゃあまあ、とりあえずセーブしたんで、潜りたいと思います。あと、ケンケンさんいらっしゃい。最悪はかどるぜ、笑。
とうとうたどり着きよったか。メフィストども集合じゃ。ヤフーのあなたにおすすめニュースに神西議員のレッツ挑発タイトルのニュース記事を勧められた。なんだこの床は。ツッキー、タニア、サハラ。うわ、なんだこの床。気持ち悪い。みんな大丈夫？とりあえずね。あ、ほんとだ。クモがいるね、右に。ザタラツェゲンさんいらっしゃい。荷物パンパンなんですよ。もう最終決戦と思って回復を買いまくったので。で、爆裂ハートをちょっと積極的に使います。とりあえず荷物減らさないと。あ！やってしまった。痛い痛い痛い。爆裂ハートね、使わないといけないので。え？投げないとダメ。ごめんね。えい。こいつは絶対歌うよね。眠りか。眠れ。これはね、カウントしてるんですよ、実は。だから、うまくいけば。開幕自爆しちゃった。うまくいけば、起きるので。よし。あれは何の罠だったかな？キノコ系使っていきます。しかないな。万能の丸ガン、大回復薬の袋、サハラがちょっと大薬丈があるのか。まだいいか。じゃあこれか、丸ガンの袋、これですね。いるな。うん、しまった。試練っぽくて面白そうだな。うん、面白いけど難しいですね、すごい。4人操作だからね。結局だからパーティー自由にさせたことってほんとなかったです。全部操作してますね。多分死んじゃうと思う、自動にしたら。 AI じゃないんだ。 AI もあるけど多分ね、死んじゃう気がする。ミランドラの出るかな。だから1階を探検するのにものすごい時間がかかる。4人か、盗賊いたとしたら、た2人文句と魔法使いがいいのか。タニアは絶対いる気がする。あ、なんかやばいの出た。なんだあれ。眠らすか。あ、そっか、今装備してないんだ。金の鍋蓋装備したので使う。そうなんですよ。で、これ一回、回復も使えるんじゃなかった。うん、言ってたね。一回死んじゃうともう仲間がね、蘇らないんですよ。だから本当に死なせられないですね。ん？今何した？今何したかな？攻撃された？したのかな。マクランポス、マクランポスいらっしゃい。大会薬取れないかな。ワコソハラ、トマーク、トムクルリン、トムクルリンさんいらっしゃい。こんにちは。よし、トニアが取ったな。
までに状態異常持ちのジャコがきつい、うん、本当にそれ本当にきついですね。ちょっとぶち抜きます。倉之助さんいらっしゃい。うん、そうですよ、ローグライクなので。まおはようございます。やばいやばいやばい、どこまで行きましたか。サビオラさんいらっしゃい。今ね、地底に着いたところです。これクリアできたら試練、私もクリアできるかな。案外つえつえ。うん、トニア、違う、ズッキーね、結構強いんだよ、殴っても。あ、あ、あ、なんか投げた。このゲームってメーカーどこですか。これはアスキーですね。お守りかな。お守りを投げた。何を投げたかな。わわわ、なくなった。なくなったな。何持ってたっけ。まあ、いいか、なくなってしまったものはしょうがないな。お守りもいい。あ、もう一個持ってた。そうか、そうだ、一個買ったんだよ、予備で。あー、混乱はきついな。思い出さない方が幸せだ。幸せだったな。これこいつが持ってたんじゃない？ねえ、倒すことで戻ってくるの？あ、よかった。戻ってくるのか。ズッキーで眠らせます。落ちたのを拾ったんだろう。あ、落ちたのを拾ったのか。当たったわけじゃないんだ。キャッチしてくれ。キャッチしてくれ。あの右下の黄緑色のがすごい体力があるので、先にこっちのお雑魚をやります。こうしてこうして、今方向転換しましたね。アンドロは目が覚めた。サンダーストーン。ソラさんいらっしゃい。まひれ。よし、入った。で、こいつをやって。チキに意外と頭切れる。次はあいつか。もう50回近いな。うん、そうなんです、もうちょっとだよ。こっちに来たか。こうしてこうしてこうして、83、強いからなこいつ。滑りきなくなきゃ。よし、麻痺してしまった。71下げて、よし。な、ミスった。起きるかな。大丈夫だね。よし、サンダーストームか、持ってるな。ちょっと待てよ。ついてこい。
ち明けの指輪ですね。つらら丸だって。新しいな。鬼包丁は単純に力が強いだけでしたよね。必要スキル80。ちょっとサンダーストーンを投げて、どれどれ、つらら丸、装備できる。敵を眠らせる優秀な長剣、97から86。こっちの方がいいな。結構大きいと思う。このキャラたち、ムーンウォークちょっとつらら丸にしとくね。かなり大きいわ。精霊の祝福のね、眠りは強いな。うん、眠りは強い。アイテムどんな感じ？状態異常ゲーで状態異常付与の剣とか。素晴らしいな。あっさりづく素晴らしいな。これは使わねばな。清水のキノコは状態が回復して HP が10回復する。空腹とかもあるの？空腹はね、ないです。空腹はないね。なんか投げよっか。投げてからもっと欲を言えば、麻痺がさらにいい。ああ、眠りより麻痺なんだ、やっぱ。起きちゃうもんね、確かに。清水なのか。清水なのか。弓レベルが40。うん、上がったね。眠りは気づかないで潜っちゃうからな。そうだね。清水圭さんって最近見ないね。そういえばそんな方いましたね。こいつも何してくかわかんない。怖いね。小薬だけか。食べたい食べたいぞ。そしてしんどいのが上から来ている。特大は200か。弓の当たった音が明らかにどんな音したかな。ソハラはキノコを食べた。食べた。逆はどっちかというと、こっち。とりあえず眠らせるぞ。眠らせる。よし。一応ズッキーの杖も眠り不可のあれなので。いいですね。いらっしゃい。魚介は入ってますか？魚介焼きそばが好きだな。あと豚バラ、豚バラは入っててほしい。いいぞこれ。殴り放題じゃないか。あ、起きたね。ズドンってすごい音してね。怪しいキノコか。あそこになんかヤバそうなのいるな。お好み焼きと焼きそば定食。定食、定食はいいです。嫌な音、ズゴーって明らかに嫌な音がする。起きてた？寝てるんだと思ってた。ズッキーがやばい。大薬竹を投げる。投げます。投げて。ドラゴンナイトさんだね。前にも 30F くらいで戦った。30回くらいだった。これタル壊して敵出てきたら困るので、とりあえず倒さないとね。はい、直線上にいなければいいんだ。はい、言ってたあれだね。あの罠だった。足きた。
た。いいぞこれ。わこそ、サラン、今日もいい女だね。気まぐれさんいらっしゃい、ありがとう。こんにちは。暑いね、今日も。さっきね、ちょっとだけ出かけてきました。よし、日が落ちたなと思ってしかし、十分暑かったっていう。わらわら、こんなこと言っても、延長しか出ない。うん延長しよう。チャリーン。この部屋は何がある？もう何もないか。じゃあこうして退避させてからの。日が落ちてからでいいよ。38度とかって気温表示板見るとげっそりするからプラチナやつついいですね。もう白豚ですよ、白豚。あー、タニア、タニア、ごめんよ。今アイテムが入ってるのはサファラか。うん、100ダメージだったかな。大爆裂をじゃあ渡して、タニア59か、やばいね。投げる。はい、オッケー。出し惜しみをすると負けちゃいそうな気がするので、よし。ソハラさんの家にプラチナ、プラチナあるかな。こっち行くか。よし、小薬だけ。クモいっぱいいる。ちょっと待ってよ。とりあえず爆裂ハートを使い切って、アイテム誰が入ってるかな。クモはやばいんだ。PT って書いてあったらプラチナだよ。オーブ渡したでしょ。PT ひどい部屋構成だな。何を渡したって。持っとこうかな。あ、うんうん、だから入れ替えるわ。荷物開けないといけん。お守りを、ズッキーに渡しとこうか。で、超爆裂ハートで超爆裂ハート、いや先に、いや超爆裂ね出し惜しみはダメだ。よし、とりあえず投げるぞ。投げたところで当たる。これ末までの契約だった。解約すると手数料。めっちゃ最近じゃん、更新ね。私も忘れてたけど、またアマゾンプライム更新になってた。4000円ぐらい払ってた。あれって思って。これってさ、壁に当たっても爆発しますよね。どれぐらいの広さかによるな。ちょっと投げてみる。広いな。全然当たらなかったな。こっちの部屋に来ないだろうか。あ、これはもう射程圏内ですね。何か壊れた音がするの。アマゾンなんとかって何？アマゾンプライムっていう有料会員ですね。3年契約だったみたい。しゅし、3年間。よしよし、こっち来た、こっち来た、一人。歌うのも来たな。よし、でこれでまず眠らせて。3年ってえぐいな。えぐいね、携帯みたいだね。よしよしよし。勝負。タニアを離して、よし、オッケー。二人とも眠らせて、ビリビリも来てるねで、ぶち抜く矢筒で、と
りあえず100100100100。あ、起きたね。こんにちは、オメガの白豆さん、いらっしゃい。こんにちは、寝ろ。よし、ナイフを落としたぞ。ズッキーは投げるものがない。エーミン、あ、また来たね。あいつも、眠らせるので、よし、ちょっと右のハーピーが気になるけど。スイッチ変えなくて泣いてる子供がたくさんいる今日の、スーさんにやってから食う飯はうまいと。え、今日なん、スプラトゥーンって。知らんけど。よし、シロブを倒したぞ。こんにち、あ、こんにちな。なんか一昨日ぐらいやってる人いたけどな、スプラトゥーン。違うのか、あれは。昨日からだったような。大爆裂投げるね。別コミュで予約したけど5時から始まった。あ、そうなんだ。PS4 で FF12 リメイクやってる。あ、そうなんだ。そっちの方がいい。一昨日の夜22時頃からできたみたい。ダウンロード版みたいなやつかな。あ、ハートが消えてしまった。起きてしまったで。どれぐらい食らわしたかな。プラチナやずつ。よしよしよし。お、そっち向くか。なんか生まれた。マムシマル。毒を塗った探検。アイスカフェオレ美味しい。それは良かった。よし、ズッキーが90か。まだいけるかな。まだいける。危ないけどね。薬投げとくか。100だもんね。よし、私が爪を人肌まで温めてあげよう。冷静な、それは良かったね。草、よし。しびれキノコ。うん、起きたね。眠ってしまった。ミスが増えてきたかな。うん、なんかいっぱいある。よし。アイスドリルも眠らせる魔法みたいになってる。うん、もうそれ用で使ってるもんな。チーマ、うん、これ今射程圏内ですよね。なので下げる。下げる。地味にこのゲームの使用上、必中の指輪が好きだった。命中率 100% になり、気持ちいいね、それね。安心して殴れるもんね。頭使いそうだね、このゲーム。そうだね、ローグライクだからね。ちょっとこれクリアして自信をつけようと思って。ローグライク、まあ、いろいろやってきたのはやってきたんですけど。命中悪いあの武器も使えるようになる。あ、そうなんだ。じゃあいいね。
長いらっしゃい。こんにちは。カカリンもこれやりなよ。これやろうよ。ソフト送るからさ。やろうぜ。頭使う？ボケー。戦士の魂50。サハラ。送るんかい？送っちゃダメか。買って。買っておくれ。ソフト送るにくさ。SFC なの。うん、そうそう、スーファミ。ないもよ。サハラレベル上げようか。じゃあサハラに食べさせて。探してみる。一回クリアすると疲れそうですね。うん、あのね、すごい満足感はある。よし、次の回みたいな。レトロなんとか買わないと。うん。ソフトだけで遊ぶ上級者。上級者か。で、あの、一度行った階層にもう行けないんですよ。だからこう、サクサク上がっちゃうと、レベルが上がらないので、ある程度は探検しないといけないんだ。ひっつけたけか。いらないな。ないたまにはタニアで。よし。あ、サハラ取っちゃダメそれ。取らないで。全滅するとまた1階から。全滅すると、1個前の階からかな。てかゲームオーバーになるね。何階まであるの？離れ席します。一応50階だと思う。予想では。はい、いってらっしゃい。ひつぎだけ取っちゃったな。小薬だけ誰か取ってなかったっけ？ツッキー、ツッキーか。よし。のぼりサハラがやばいか。いいか。てか番組詳細の現在の名前更新更新してないっていうな。いつから50だと錯覚してした。錯覚していた。腰やけ。わ、何もなかったよ。あ、動いたね。忘れてた。忘れていたぞ。お薬だけを投げようか。投げる。あっち。あ、違った。同じ部屋に行くと動くのかな。うん、あの急に動き出したね。短い間出ただけで汗びっしょり。買い物？でも汗かくのって大事だから、かかないより全然いいですよ。眠るかな？眠らないね。あ、寝た。パソハラの武器の方が寝るわ。周りのお太りになっている方々が臭い季節です。うん。ズッキーで殴ってプラチナ矢筒。ひっつきだけサハラが取ってるな。マムシマルを捨てて JC と JK に囲まれたらいい汗か。和骨、お一人様ですか？お一人様ですか？アルマさんいらっしゃい。小太り様です。サハラに壊させるか。よし。お一人様だよ。寝た。寝て死ぬほか寝た。小太りじいさんです。あれ絶対やばいやつ。こっちにおいで。
ちゃん打って。これ絶対一直線でなんかしてくるつもりだよね。そうはさせん。オリオーヤケに囲まれても汗かきそう、冷や汗。見た目だけでなんかやばそうなオーラ。あれ寝なかった。おお10時だ。10時ということはどっちみちどこにいてもダメなのか。寝なかったし。4方向だ。ちょっと下げないとね。ズッキーズッキー下げて、タニアちょっと素振りさせようか。どう来る。よし、敵が耐性を持ってきたな。アイスドリルで寝ないぞ。こいつ仲間にして。よし寝た寝たよ。こうしてこうしてこうして。博士だったのか。先に、ファウスト博士は現れ。博士だね。今までが出過ぎな気も悪い。結構9割ぐらいの確率で寝てるもんね。目覚めてしまった。よし、はあ怖い。ファウスト広しかもしれない。なんか雲いる。雲いるね。博士、審査いらっしゃい。うん、順調だよ。今こそ大爆裂ハートの出番じゃないかな。無理か、直線上じゃないな。タニアが操作できない。よし、来た来た来た。今こそ、まず投げる。40でしょ。こうしてこうして、超爆裂ハート、ツッキーに渡して。あ、やってしまった。キャンセルしちゃった。どこ行った。あ、タニアの行ったな。操作ミスをしてしまった。タニアいっぱいなんじゃない。ある。よし、投げる。ソハラさんとはソハラさんと書きますか。ひらがなですよ。イメージ的にはね。わサハラ地味に蹴り入れてるね。下がろうか。動かないな。ギャルソネさんってさ。うん、ギャルソネ大好き。サハラさんかわいいな。蹴り入れてた。よし、クモ来た。今さらだけどソハラって名前の由来は。アニメのキャラですね。どういう状況が描いてあるのですか。これはね、魔界村。ちょっと待ってよ。魔界村のアーサー、ソネさんでもないよですね。あ、ちょっと今すぐ出ないな。魔界村のアーサーを私に見立てて書いてくれてます。すごいね、長いんですよ。
ただき物フォルダあった。あれめっちゃでかい。ちょっと待ってよ。まあまあ壊れてるじゃないですか。つまりソハラさんは侍女か使用的な意味で。ちょっと違うかな。アーマ貝村で鎧が。そう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 、うん、これのあ の右のとこ似てる似てるそっくりそっくり。これのここだけ切り取ってる。そうなんだよ。全体だとこんな絵なのか、うん、違うのか。よかったよかった。2周年の時のだ。結構前ですね。そっくりですよね。そっくりですよね。これなっちゃんもそっくりですよ。ちょうどその時右のおっさんは、シルバー事件の夏目だったかなと夏目をかけて書いてくれて、私私っていうイラストです。雲がいるぞ。シルバー事件とか良いゲームプレイしてる、うん、かなり昔ですよ。この前なんか出ましたよね、 HD 版みたいな。しびれキノコを投げよう。困った時の 37,564 こうするか。こうしてこうして。もう出たんだっけか。うん、もう出てるはず。ちょっと弓でチクチクして、よし、しびれキノコを手に入れた。あのゲームどのあたりのシルバーだったんですか。名称じゃなかったっけ、事件っていう。シルバー事件っていう事件があったんだよね、確か。なっちゃんが虫と戦ってる虫食べなさい、パクってパクパクって。違ったかな。わらわら。食っていいのか。わら、うん、この人は恐怖になるんだったかな。寝るかな。うん、大丈夫だ。この敵かわいい。和骨です。ニャンズはソハラさんに虫のプレゼントはしないんですか。しないかな。武蔵さんいらっしゃい。実家の猫はねしてたけどね、やっぱり温室でぬくぬく育ててるからアマちゃんですね。指輪だよ。あ、必中の指輪来た。ええな。とりあえずハーミットかな。大事な場面でミスるのがあれだから、そういう時はあれしようか。うん、みたい。こいつは十字だったよね。なので目の前に来てもらって、こっちのがいいか。ファウスト博士。博士来た。よし来た。な、聞かない。ローグライク名物、いざって時は確実に攻撃。コーラの部屋室音大丈夫。うん、大丈夫。クーラーつけてる。
なぜそこでミスるんだって時にあれすんだよね。わあ、トニーをずらすの忘れた。わ、じゃあロクちゃんいらっしゃい。わ、これってソハラにはたわんよね。ちょっと近づいな、じゃあなんかやばいの来たな、やばいの来たな。サンダーストーンをして、まひれ、あーまひれなかったか。先にこいつ、こいつ、よし、お骨ですよ。改めて、じゃあここで改めて、ルクちゃんいらっしゃい。とりあえず回復しようか。関東圏はタフワンはわからんと思う。タウタウかな。あーやばい、そこまで倒うか。わらわら、なっちゃん落ち着いて。パッタンパッタンわらうるさ。タウタウ、わらわら、1ハート、タニア全開でしょ。ソハラが89、危ないね、半分ですね。よし、丸ガン使っとこう。オッケー。ビニールプールデビューはしてないかな。普通のプールはデビューした。最初やっぱ怖がってたけどね、だんだんやっぱり慣れてね、楽しんでましたよ。可愛かったです。これってもしかして、あ、ここ行けないよね。ただで水遊び、そうそうそう。トルネコも楽しいけどな、すごいのがいるな。顔だけさんもいるな。こいつ何してきたっけ。顔が飛んでる。80。生首バラ。うん。とりあえず眠らせないとね、何かされた後じゃ遅いから。結構ヒットポイントは少ないですね。階段、違うか。あー、ひっつきだけ取っちゃったあー、いらんの取ったな。下に宝がある。あれはね、ひっついて取れないから捨てれもしないし。ただ今外暑すぎもんだ。おまめいらっしゃい。お疲れ、お帰り。ありがとね、さっき。つきたけはずっと悩まされてるの。ずっと悩まされるね。わらわら、本当に。あ、キンキンの出たよ。めちゃくちゃキンキンの出た。眠らせるべし。よし、ボコるぞ。順番的にはサハラ、ズッキー、ソハラ、あ、眠
前向かないからね。寝るかな。えい。よし、寝た。オッケー。体力あるな。ゴーレムって寝るんだな。 BQ1 みたい、笑って。金じゃ、金じゃ、金じゃ。ゴールドゴーレムを倒した。これお金絶対ドロップするのかな。光のメダル、光のメダルか。光のメダルってなんだ。売ると高いみたいな。全抵抗値がかなり上がる。ん？これはいいですね。待たせましょうか。サハラ。うん。月が空いてたか。これは前衛のサハラに渡します。よし。びっくり太鼓か。びっくり太鼓ってどうだったかな。を使う機会がわらわら。うん。でもね、化石の矢筒はタニアに使わないとダメなんですよ。回復できるのタニアだけなんで。タニア用ですね、化石の矢筒は。縛りってかなりきつそうだな。縛ろうとは思わんな。要はだからタニアなしのクリアってことでしょ。係長がやってくれるだろう。係長がやってくれるだろう。ゼク縛り、ゼク縛り、私ゼク縛りしてる。自分はやったことはある。主人公とルフィやのに。2人だけでクリアってこと？可能なん？なんか青いのいる。わわわわ、いっぱいいる。どうしよう。一応できるよ、多少運ゲー。運ゲーか。ちょっとこっちに連れてくるか。危ないので、はい、来ないね。状態異常で封殺できないとどうしても死亡しやすいからね。うん、そうだね。あいつ来ないな。あ、こっち向いた。ちょっと近づくか。あ、来た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 。寝ましたぞ。使える矢がもうないですね。必中にして敵の惑星の人とか場所とかも影響してきそうだ。そうだね。あとまあ階段が出るタイミングね。あの青
多いのも眠らしたいな。こうするか。こうして、あ、聞かなかった。利点は一つ、キャラが少ないから指示がしやすいなるほど。先にこっちか。いや、こっ、起きたらでいいか。もったいないもんね。ちょっと下げとこうかな。あ、チェチェン起きた。所持アイテムの少なさが最大の敵だったな、モノヒロエ。うん。寝ちゃった。やばい。よし、起きた起きた。あー、よかった。そっか、こいつは火のやつじゃなかったか。塩招きもどきとは？塩招きもどき、ツッキー起きて。あ、起きた。塩招き、こっちに来る気配ないね。あ、来た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 。塩もね、初めが変にいた気がする。うん、いたね。もどきっていうのが気になる。死のキノコを手に入れたぞ。あ、あれ狂ってるから。あ、でもそっか、清水のキノコを投げればいいのか。清水のキノコまず投げる。落ち着けで、水の言葉の書。あー、危な。あまあ毒はしゃあないな。こうして、罠だらけ、わらわら、罠だらけ。ここに階段ありそうですね。ゼクがいればなっていうことかな。戦士の魂100か。あ、お疲れ様でした。服が終わりますね。次役取ってきます。 VI。 ここ不満かった、さっき。おつおつお、お、おつ、おつ。うえい、であれ。ルルさん、ありがとう。お疲れ。やっばいな。おつ。サンダーストーム。おつ。